さんこんにちは、ひとみです。今日は私が2月、3月、4月によくやっていたイベントやお出かけ用のメイクをご紹介したいと思います。それで動画の中ではすでに眉とベースメイクは終わってる状態なんですが、以前に出した動画でかなり詳しくご説明しているので、気になる方は下にリンクを貼っておくのでぜひご覧になってください。そしたら早速アイメイクからいきましょう。今目の周りがリキッドファンデーションでペタペタしているので、それをこちらのメイクアップフォーエバーのルースパウダーとMAC の286番のブラシを使って少しサラサラにしていきます。まつげにもつけておくと日中カール力が増すので、私はこの方法をやっています。アイシャドウです。アーバンディケイのネイキッドというカラーをモーフィーブラシの E23番というブラシを使っていきます。手で触ってもらった方が分かりやすいかもしれないんですが、ここに自分の骨があって、だんだんこう下に行くと必ず眼球とこの骨の間にへこんでる部分があるので、そこを中心に色を重ねていきます。ちなみにこの時ブラシは目に触れてるか触れてないかぐらいとても優しく軽い感じでつけていきます。次は MAC の217番のブラシと全く同じアイシャドウを使って、先ほどはこのクリースの周り全体的にこう温かみを出したんですが、今回はこの先ほどより少し細めのブラシを使ってクリースの真上に色を重ねます。その次はスマッシュボックスのフルエクスポージャーパレットの中から、こちらのマットの一番濃いカラーを6プラスコスメティクスから出ているこちらのブラシを使って、この黒目の外の三角の部分に色を重ねます。ちなみにこの時のポイントはブラシを外側から内側に払うことで外が濃くて中が薄いっていう簡単なグラデーションになります。次は今つけたこの濃い茶色い部分と、あとその上のクリースの部分につけた薄いシャドウが少しブレンドできていないので、同じくアーバンニケイのネイキッドというシャドウと、あとMACの217番のブラシに戻ってもらって、この境目をもう一度きれいにブレンドします。その時にこの目の下のまぶたのところですね、ここのところにも色をつけます。目安はこの黒目のここのところまで私は色をつけてます。次にこちらのフルエクスポージャーのパレットからこちらのカラーを取って、下のまぶたの黒目にかかる手前まで色を少しつけます。次にこちらのカラーを取って指で色をつけていきます。次にこちらのシャドウを取ってもらって目の内側を少しハイライトします。アイライナーです。アイライナーはエテュセのクリームアイライナーウォータープルーフのブラウンを使います。マスカラです。マスカラはいつものキャンメイクのクイックラッシュカラーの黒のタイプを使います。最後にこちらのリキッドアイライナーでまつげの生え際に色を重ねます。そしたらアイメイクはこんな感じで完成です。次に顔の方に行きましょう。まずはシェーディングです。こちらのベネフィットから出ているフーラブロンザーをリアルテクニクスから出ているチークブラシを使います。で、シェーディングを入れる場所は人のお顔の形それぞれによって変わってくると思うんですが、私の好みの完成形の形っていうのがこういう逆三角っぽい形なので、そこから除外する場所に色を少しこう濃く足していきます。なので例えばおでこだったら、今私どっちかといえばこう卵型っぽくなってるんですけど、こう逆三角にしたいので、ここの上のあたりがいらないから、まずはこの上ですね。あとは筆に残ったものでなんとなくこの周りを色をつけます。
次にここをやるときは、私はブラシをこうくるくる回すようにやっています。私はこの首のところにもつけます。息をハッってこうやると、ここにこんな感じでこう線ができるので、そこのくぼんだところにつけていきます。次はチークです。チークはベッカから出ているこちらのピンクのチークと、あとライフスタンスから出ているチークブラシを使っていきます。次はハイライトです。ハイライトは MAC から出ているミネラライズスキンフィニッシュのソフト&ジェントルを使います。最後の仕上げはリップです。リップはこちらのチカイチコでいいのかなの003番を使います。こんな感じで完成です。お久しぶりのメイク動画いかがでしたでしょうか。今回紹介した全ての商品のリンクは下の概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。バイバイ。